大正寺町は、かつて、石川県江沼郡に存在した町。現在の加賀市中心部に相当し、江戸時代は大正寺藩の城下町として発展した。金城山に白山寺の松寺の白山五院の一つ、大正寺があったことが、名称の由来である。養老元年には、越前国の総大町が、日本三名山の一つである白山に初めて登って、修行、解散し、これが、 白山信仰の元となった。その流れを汲む白山五院の一つが大正寺であった。残りの四火寺は、河志の寺、薬王院温泉寺、極楽寺、小野坂寺である。町の東西を大正寺川が流れる。大正寺川は、城下町の中でも蛇行して流れていたためかつては、氾濫がやまず、川を直線化したり、上流に我が谷ダムや、九谷ダムが設置されて収まったという。 北国街道が通る交通の要衝であり、江戸時代には宿場町として栄えた。江戸時代から織物業が町の主要産業として発達した。近代には大正寺派部隊として知られ、海外にも輸出された。近代における大正寺の企業家としては、篠原藤平、清水公平、豊田鍋吉などが知られる。近代には自転車やオートバイの部品である。 リムチェーンの製造も栄えた。国鉄北陸本線には大正寺駅があるが、所在地は大正寺町ではなく三木村熊坂だった。江沼神社。ありがとうございます。